でふぶたは？ふぶたは幼稚園の頃の記憶は、一回幼稚園内で、おもらししたことがある。前も家で漏らしまくってたよ。家ならいいじゃん、ママ帰ってくれるから。なんかお布団で漏らすじゃなくて、外で家帰る寸前に、なんか家の鍵開けようとしてる最中にね、間に合わずにガーッと漏れちゃって、やばいってなって、それがバレたくないからね、ビトビトのパンツをね、洗えばいいんだけど、でも洗うって発想がなかったの、子供の頃は。なんかベッドの溝のとこに全部パンツ詰め込んで隠してたの。5個くらい、パンツ5個くらい詰めてて、ベッドの溝に。やばすぎるでしょ。詰めてたの。でもなんか、ある日新しく詰めようとしたらね、全部なくなってて、あれと思ったら、あれママが掃除してくれたのかな。掃除したんですよ。ママはママ行ってこなかったの？いや、行ってこなかったの。マインのね、メンツを守ってくれたんだね。それか乾いてて、なんか何事もなかったのかな。あー、そういう前が一個、先生に、おばあちゃん履き替えさせてもらってたから。え、ふぶた、先生におばあちゃん履き替えもさせてもらってたの？おもらしした時は、本当にもらしたのが恥ずかしいから、ずっと服の裾持ってたの。でもその間に、泣きながら、そう、ふぶちゃん泣いてたの、ずっと。その間に、先生が大丈夫だよって言って、吹き替えさせてくれた。優しい先生だね。もう大変だったの、おばあさん、ビチョビチョで。でも前も幼稚園の現場で漏らしちゃった時があって、その時はトイレまでは間に合ったんだけど、パンツを下ろすのが間に合わなくて、パンツいっちゃったわけ。あいだ、人生のパンツ何枚消し飛ばしてんの。あとね、それ以外にも、あの、おトイレに駆け込んで座るまでは行けたんだけど、あの、蓋が閉まってて、閉まった蓋に座っちゃって。それはある。それはね、ふぶちゃんもある。マジである。そう、それね、まいたんお外だからさ、びしょパンどうしたらいいか分かんないな。だからそのままね、トイレに捨ててったの、パンツ。なんかゴミ箱あるじゃん、トイレに、パンツ捨ててったの。捨てちゃったの、ゴミ箱。そう、そうなんだ。本当はこれ幼稚園の時じゃなくて、小学校の時の話なの。恥ずかしいから幼稚園の振りだけど、さすがに幼稚園のトイレ多分ゴミ箱ないだろうなと思って。じゃあ髪も、でも小2、3ぐらいの時にお家のトイレでそれやった、あ、そう、お家のトイレで、あーって言って、帰ってきて、お家のトイレと思ったら、蓋閉まってて、それ気づかずに、そのまま座って、さ、あるよね。安心したった。よかった。でもなんか、結局パンツをさ、現場で捨てていくわけだから、まいたんノーパンで帰っていくんだよね。新パンツ履くから何事もなかったかのように、まあ、暮らせるってわけよ。確かに、ね、よかった、大人じゃなくて、大人になってからはさすがにないかな。さすがにない、確かに大人になってからはないね、まああっても多少の見栄があって、やはり言えないとこもあるけどね。あー、そうなんだ。まあない、まあないということで、知ってもらった後、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、お願いします。お願いします。